聖クリスティーナはカトリック教会、聖教会の聖人で3世紀末頃の殉教者。祝日は7月24日。弓のいて、粉屋、船員、ボルセーナ、パレルモ、トルチェロの守護聖人。シュロ、石弓、ニホンノヤ、石臼、ヘビ、ヤットコなどと共に描かれる。クリスティーナはイタリアのボルセーナの生まれで、両親は貴族であった。11歳の頃、 父親は彼女を12人の次女と共に塔の中に閉じ込め、生涯神々に使えさせようとした。しかし彼女は精霊に教えられて、キリスト教徒になり、金や銀の心臓を壊し、貧しい人々に施した。父は次女に彼女の服を脱がさせ、12人の男たちに殴らせた。それでも娘は信仰を変えなかったので、その肉を釘で咲かせ、手足を折らせた。 彼女は自分の肉片を父の顔に投げつけののした。父は娘を車輪に縛りつけて火をつけさせたが、炎は横に走り1500人ほどの人々が焼け死んだ。また首に石臼をくくりつけて湖に投げ込んだが、すぐに天使たちが彼女の体を沈まないようにした。そしてキリストが現れ、彼女に洗礼を授け、大天使ミカエルが陸地に導いた。 その晩父は休止した。裁判官はクリスティーナを裸にして、アポロの心臓の前に引いていったが、彼女が命じると心臓は粉々に砕けた。これを聞いた、裁判官は行転し、絶えた。公認の裁判官は、大きな炉に、彼女を投げ込ませたが、やけど一つせず天使たちと共に散歩したり、歌ったりしていた。次に毒蛇を彼女に仕向けたが、蛇は彼女になつき。 不術師が蛇をけしかける呪文を唱えると、蛇は彼に飛びがかり噛み殺した。クリスティーナが命じると、蛇は荒野に去った。また彼女は不術師をよみがえらせた。裁判官は彼女の乳房と舌を切り取らせたが、それでも彼女は話すことができた。彼女が自分の舌を裁判官の顔に投げつけると、彼は目が見えなくなった。逆上した。 彼が放った二本の矢を受け、クリスティーナは殉教した。彼女の遺体はカタコンベに葬られ、11世紀、その上にサンタクリスティーナ教会が建てられた。ありがとうございます。